ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今日はカインズホームへ来たよ。コピー用紙とかクリアファイルとか買ってるんだぜ。そのついでに、お酒のラインナップを見ていくよ。実はカインズのお酒コーナーあって、ミニボトルとかハーフボトルがすごく充実してるんだよね。へえ、それは楽しみなんだぜ。まずは見てくだしゃんせ。はい、ここからはレギュラーサイズのボトルになるよ。ミニボトル、思ったより多かったんだぜ。レギュラーボトルも品揃え、悪くないよ。あ、シングルモルトもあるんだね。ホームセンターとしては秀逸な品揃えだと思うよ。それではしばらくドロンします。ただいま戻りました。じゃあ、ちょっと振り返ってみようか。いきなりタリスカーにグレンリベットがあるんだぜ。テンション上がっちゃうよね。ツインアルプスのハーフボトルってのも珍しくない？そういえば私も見るの初めてかも。シーバスのハーフも2種類あるよ。へえ、水ならのハーフもあるんだね。個人的にはテネシーハニーが欲しいかな。あれ、甘くて美味しいよね。珍しいところではブラック&ホワイトがあるよ。これは結構レアかもね。だってフルボトルもあまり見かけないんだぜ。ベルのミニボトルも珍しいよね。フルボトルは結構見るけど、ミニボトルは珍しいんだぜ。ミニボトルって結構割高になっちゃうんだけど、初めて飲むウイスキーの様子見には良いかもね。あ、それは同意見なんだぜ。この間買ったバット69で大失敗したから。ドンマイ、マリサ。そんなこんなで、ウイスキーファンの方は、一度カインズホームのお酒コーナーを覗いてみてはいかが？それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。